五島列島最北端に浮かぶ生島です。人口はおよそ2000人。浮高校は島唯一の高校です。はい、お願いします。浮高校女子バレーボール部、部員は8人です。モットーはとにかく粘る、そしてつなぐ。さらに8人には大きな強みがあります。仲がいいのでどのチームよりも絆はあると思います。バレー部8人のほとんどは福島で生まれ育ちました。まるで姉妹のような関係です。昔から知ってるってさ、バレーする上でどう？なんかプラスに働いてるの？はい、仲がいいのでお互いに優しく言い合えたり、喧嘩はあまりしません。あ、あまりなの？あんまり。8人でずっと一緒にバレーをしてきました。小学校の時からずっと一緒にやっているので、相手の気持ちとかそういうのを顔とか見て理解できるので。お互いの呼び方も小さい頃から変わりません。リホネちゃんなんだよ。呼び方リホネちゃんなんだ。はい。ずっと昔から。ありがとう。レッツゴー。レッツゴー。今年の県構想隊、8人全員が特別な決意を持って臨みます。今回の構想隊が 1年生も2年生も3年生ももちろん最後になるかもしれないので、3年生5人が引退すると残るのは3人。福島で進む高齢化と人口減少の影響で、バレー部は来年の県構想隊への出場が難しい状況です。バレー部は今年内での廃部や休部を含めた検討が進んでいます。今回が 1,2 年生も含めた8人全員にとってバレーができる最後の県構想隊なんです。本当にこのメンバーでバレーができて本当に幸せでした。3年生のために、そして自分のためにも悔いがないように最後の試合にしたいなって思ってます。今までずっと多くの方々に支えてもらったので、こう福高校の名前を残せるような結果を出したい。しっかり気合を入れて絶対勝ちに行きたいと思っています。福高校は今年公式戦で一度も勝てていません。最後の県構想隊で勝つことはできるのか。長崎北高との初戦は序盤から点の取り合いになりました。福高校は3年生エースの山口が力強いスパイクを次々と決め、得点を重ねていきます。島から駆けつけた保護者が声援を送る中、福高校が1セット目を取りました。そして運命の2セット目。福高校の初戦は長崎北高との対戦です。1セット目を取った福高校、次も取れば念願の勝利です。7点リードで迎えた2セット目の終盤、福はミスなどもあり4点連続でポイントを許します。ここで内野キャプテンが仲間に声をかけます。大丈夫大丈夫っていうのと、切り替え切り替えっていうのを言ってました。自分たちは目標が勝つことだったので。そして
生からやってきたので本当に一緒にバレーしてくれてありがとうと言いたいです。正直練習とかきつかったしやめたいなとか思ってしまったけどこのアスリートでできてよかったって先輩たちがいなかったらここまで本気でできなかったから本当に大好きな存在です。本当に生まれて育ってさ自分でやってきてるんだ。ずっとこの絆は変わりません。忘れずにこれから先のそれぞれの人生の中で大事にしてください。よかったです。私に出会えてよかった。このメンバーで本当に良かったなってみんなに感謝しています。私は将来養護教諭になりたいので顧問の先生としてバレエのに関わりたいと思っています。振り返るならどんなバレエ人生ですか？青春です。8人の挑戦は笑顔と涙で幕を閉じました。